お前が15年前に全てを失うことになった9回裏のサヨナラホームラン、その真相を調べてほしい。これはその時のお前のホームランボールだ。誰なんだあんた。まだ近いところにおるはずだ。探せ。返事は後日聞こう。おい、ちょっと待てよ。これどうして待ってんだよ。サヨナラホームランの真相ってなんだよ。あれは実力で打ったんだ。真相なんて何もねえよ。高杉さん、今日もですか。勘弁してくださいよ。さあ、返事を聞かせてくれ。ちょっとあんた、一体何なんだよ。つうか、靴も脱いでくんねえしさ。昨日も言ったでしょ、15年前のサヨナラホームランに真相なんてそんなもんはないよ。じゃあ、なぜあのホームランの翌日、品田達夫はサイン筒と野球賭博の容疑をかけられ、球界を永久追放になったんだ。あれがお前にとってプロ野球一軍初の打席、そして最後の打席になった。帰ってくれ。これは興味本位ではなく仕事の依頼だ。15年前の真相を当事者のお前に調べてもらう。全ての真相が明らかになれば、このアタッシュケースの中身を報酬として払う。金額はお前が受け取ることのできなかった契約年俸と同じだけの額ある。それって2000万だ。2000万って、あんた一体何者なんだ。それは言えない。だが15年前の真相が俺にとってはこの金に値するほど重要なことなんだ。なんでだよ。お前とどう関係してんだよ。引き受けるのか受けないのか、金が必要なんだろう。さっきからおとなしく聞いてたら、あのね、あの一件で俺はな、人生を引っかき回されたんだ。俺だけじゃない、あのホームランに関わったやつ全員だ。早く忘れてんだよ。どんなに金積まれようが今さら思い出したくねえんだこの野郎。じゃあお前はこの仕事を断ると言うんだな。当たり前だ。ほら受ける。おいおい、物騒なもん持ってんな。そいつはしまってくれよ。俺はその男の身柄を預かってるような立場のもんだ。品田にはそれなりの額の金を貸していてな。それで？その仕事受ける。お邪魔します。ちょっと高杉さん、このややこしい状況をさらにかき乱さないでくださいよ。な、お前俺にそんなこと言えた身分か。借金とこれとは無関係でしょ。あ、そう。じゃあ借金は指の保険金で返済っていうことでいいな。は？とりあえず今日は指一本潰すけど、病院にはプレス機でって言うんだぞ。な、何言ってんすか。社員でもないのに労災なんて降りるわけないでしょう。何これ。昨
お前が宛名書いた領収書にカーボンを挟んで仕込んどいたんだよ。就職おめでとう。ちょっと待ってくださいよ。ちょっとだろうがたくさんだろうがいくら待っても風俗ライターに返済なんてできないだろう。まあ他に稼げる仕事でもあるっていうなら話は変わるがな。あのホームランは俺が実力で打ったものだ。東京ギガンツの沢田が6球続けたカーブの後、キャッチャーのサインを無視してまさかのストレート。俺がそれを完璧に捉えただけだ。サインを盗むなんてことはしてなかった。サインを盗む？おお、いわゆるサイン盗ってやつか。ではなぜ球界を追放になった？野球賭博の容疑は晴れなかったからだ。賭博は本当にやってた？やってないよ。それは誰かに容疑をかけられたということだ。知らないよ。俺みたいな無名の二軍上がりを追放して誰が得すんだよ。得をした人間がどこかにいるはずだ。俺はその人間が誰か知りたい。探し出せるのは当事者のお前以外にはいない。仮にこいつをはめた人間がいたとして、そいつを特定したら絶対に金はくれるんだろうな。約束は守る。これは俺の連絡先と当座の金だ。この仕事確かにお前に依頼したからな。この人が立ち会い人だ。了解。それじゃまた連絡する。しかしな、まさかあん時の選手がお前だったとはな。当時はかなりニュースになったもんな。だから違うって言うなら、お前をはめたやつを探し出せよ。真相を知ることができて、ついでに2000万円も手に入るんだ。借金完済するチャンスじゃねえか。高杉さん、悪いけど少し考えさせてください。何言ってんだよ。もう引き受けちまったんだ。お前はやるしかねえんだよ。断るならお前の指。とにかく考えさせてほしい。いいだろう。でもこれだけは忘れるなよ。俺から逃げようなんて無理だからな。
行くぜ。ファール。行くぜ。マジよりによって藤田。まあ俺もビビりましたけど。終わった、来シーズンも終わったわ。ちょっと今のいや、ギガンツの監督。そんなことが。本当だってば。街頭テレビ見てみなよ。さ、どうも。こうしてプロ野球界に帰ってこられましたのも多くの方々の努力とご支援があってのこと。遅すぎる春はないと信じ、日々地道に努力を続けてまいりました。多くの人々に希望を与えられるよう頑張ります。こいつ、あの野球賭博事件の時のワイバーンズの監督だろう。いや、監督復帰できたもんだわ。力
かもよりによってあのギガンツの監督になるとは、名古屋の人間バカにしとるのか。何にも知らないくせにバカが。ん、兄ちゃん俺らに言ったのか。いやいや、そんな。親の手からワイバーンズ一筋の俺らに向かって何も知らんだと。あいつはな、ワイバーンズ時代に不正行為をしとった名古屋の面汚しだわ。そんな証拠どこにもねえだろ。監督は騒動の責任を一手に受けて。すいません、つい。ちょっと顔かしゃ、おら。すっきりしたぜ。今年のワイバーンズの成績にはよ、ドエリアストレス溜まっとってで。野球ぐらいでムキになるもんじゃないな。あ、いって。でも。あなたが負った痛みに比べたら俺なんて。あ、たっちゃん今ええか。うん、まあ。どうしたの、元気ないがね。実はお店の子たちとクリスマスキャンペーンのケーキ作ったんだけどさ、お客さん少なくて余っとるんだわ。よかったら食べに行こうへん。そうだな、行こうかな。じゃあお店の屋上で待っとるね。その傷。別に大したことないよ。なんかあったの？ミルクちゃん、忘れちゃいたい過去ってある？そりゃこんな仕事しとるとね、覚えとりたいことの方が少ないがね。そっか。時々ね、自分のことを誰も知らん町に行って別の自分になってやり直したいって思う時あるわ。俺もそう思ってこの町で生きるようになってもう15年。懐かしいがね、たっちゃんが初めてこのお店に来た日。あの日は寂しくてしょうがなかった。誰でもいいから俺のことを知らない人と話がしたい気分だった。で入ったのがこの下の太ももクラブ。本で着いたのが私、確かフリーの50分。ミルクちゃんは何も聞かずに抱きしめてくれたんだよね。そりゃそうだわ、それが仕事だで。そう、ミルクちゃんにとっては仕事でも俺はミルクちゃんのぬくもりに触れたから変な道に進むことなく踏みとどまれたんだ。それなのにね、二人でどっか行っちゃわない？明日の始発でこの町を出るんだ。
素敵ね、映画みたい。知らない町に行って知らない人間になってさ。どうせなるんだったら私小学校の先生になりたいがね。小さい頃の夢だったんだわ。なれるさ、絶対なれるって。別の自分でも俺は何になろう。あ、そうだな。はい、フリーで40分。はい、今すぐ降ります。ありがとね、たっちゃん。さあ、向き合わないかんわね、現実に。ミルクちゃん、もう逃げるには遅すぎるんだわ。おはよう、高杉さん。今日も早いっすね。お前、ずいぶんすっきりした顔してんじゃん。ま、
あの男の依頼。もう過去から逃げたりしない。どうして俺が球界を永久追。そもそも野球賭博に関係してると疑われたきっかけは何なんだ。当時ニュースになったとはいえ、15年前のワイバーンズギガンツ戦、一打サヨナラのチャンスに、それがプロ初打席となる。対するピッチャーは沢田の必要なカーブを俺はカットして粘り、沢田が初めて投げたストレートを俺のバットが捉え、俺の人生で。だがそのホームラン、そう、その翌日、あのサヨナラホームランが不正行為。相手チームのサインは見てはいけない。それが野球の奥義。お前がサイントを行っていたという証拠でも出てきたのか。いや。ならど、俺がギガンツのサインを盗むように命令して、スタンド席からそれを俺に伝えるように指示されている。そいつの証言が元でプロへ。誰なんだそいつは。俺の高校の野球部の後輩だった。俺から多額の金をもらって引き。だがお前はそんな命令をした。当然でしょ。金を渡すどころか。じゃあそいつがお前に濡れ衣を着せ。さあね。俺もなんでそんな嘘ついたのか。その子、そのすぐ後。なんだと。まさか。さあそれはどうだ。とにかく俺はその日からずっと自分の。はあ。ん？サイントって。ことが野球賭博に関係していると見られたからね。ってことはワイバーンズを潰すためにしか。そうだとしたらそれは結果的に失敗だ。それにあとは藤田監督が騒動の責任。藤田か。東京で監督に復帰したみたいだな。この人はあのあんなに俺によくして。お前が一軍にいたのが一日だけなら。そんなことない。二軍の指導法じゃ俺本来の良さが出ない。そのアドバイス。恩師みたいなもん。でもそう考えたことなかったけど、藤田監督を失脚させるためにだとしたら俺。まあ本当の狙いが誰であれ、事件の裏ってなきゃ。とりあえずだ、球団を辞めてからち、さっきも言ったようにあの一件で今更合わせる顔もない。唯一知ってるとしたら球団。マッサージ師。うん、それってもしかして。うん、今は小さな鍼灸院やってる風俗狂いなんだけど、チームメイトからの信頼はある。そのし、帯板通りと紬通りの交差し。おいあんた、そんなに急ぐなよ。待てって、消えろよ。マジでネミ、バカじゃねえよ。ここか。いるかな宇野さん。宇野さん
いる？留守。閉じまりもしねえで。宇野さん、またどっかの風俗行ってるな。だったら、すっきりしたら戻る。それが今宇野さん、すっきりできるお金ないんじゃないかな。俺から3万回収しようとしてたくらいだから。じゃあ、そんな時は決まって写真見学回り、永遠にお店をはしご。じゃあいつ帰ってくるかもわからねえ。探しに行くしかないね。宇野さんは新人好きだから、新しい子が入った店をしらみつぶしに探していけば会えるはず。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。
いえ。そんなに急いなよ。うわこれからどうする。おんああいうのグッとくるんだよな。おっさん発見。この野郎相手するしかないか。遊ぶ気もあれせんのに来るんじゃにゃよ。なんでだよ、冷やかし大歓迎って表に書いてるだろ。これでも30分も写真だけ見とるやつがどこにおる。お、見つけた。死ねた、返せ。すぐ俺の3万返せ。本物の新人発見したんだ。しかも業界未経験、平成生まれ。働きなよ宇野さん。新旧院ほったらかしてこんなことばっかりしてるから。てめえが言ったことか。さあ返せ。ちょっと待って、今日は聞きたいことがあって。金が先だ。俺が立て替えて払ってやる。いや、あ、いいっすよそんな。なんで、風俗行けるんだから立て替えてもらおうよ。俺はお前と違ってヤバい奴には関わりたくないんだよ。別に借りるわけじゃなくて返してもらうんだから。嫌なこった。ああいう奴は一度関わると骨の髄まで食い物にされちまう。だが
お前からいつかきっちり返してもらうからな。参ったな、唯一の手がかりなのに。品田、あいつの携帯番号教えろ。え？もしもし、宇野鍼灸院さんですか？実は今から施術をお願いしたいんですが、はい、一番長いコースで、はい、よろしくお願いします。あのエロ親父、風俗代が手に入ると思ってウキウキしてたぞ。じゃあ鍼灸院に戻りますか。いらっしゃいませ。気をつけろよ。じゃあ、いや、な、危うく。本当だよ。お兄さん発見。てめえら。逃げんな。お。二度とつらみせんじゃねえぞ。勘弁してくれよ。ちょっと、そこのおっさん、殴らせろや。まあ、勘弁してやるよ。おい、待てって。きもい、こっち来んな、バカ。あ、単純に。いらっしゃい。で、お前か。お金なら。ちゃんと払うよ。あの闇金屋の金だろ。その闇金屋ならここにいるけど、宇野さんの客としてなら問題ないでしょ。横になれ。15年ぶりだな、お前の体を見るのは。俺も性感以外のマッサージを受けるのは現役の時以来だよ。宇野さん以外に筋肉触られたくなかったしね。トレーナー冥利に尽きる言葉だ。宇野さん、どうして球団専属辞めちゃったの？宇野さんほど腕のいいトレーナーはそうはいない。球団も必死に引き止めたでしょうに。チームに帯同して日本中の風俗巡りできるのは良かったんだがな。朝が早かっただろう。だから早朝割引が使えなかったのが悔しくてな。まあそういう面じゃ今の方がありがてえよ。まったこんな時まで冗談言わないの。クビになったんだよ俺も。15年前、お前が追放されたのとほとんど同時期だ。
俺の他にいい球団専属トレーナーが見つかったからって突然電話で解雇を言い渡されたんだ。開幕前に契約延長して、少なくともそのシーズンは専属が決まってたってのに、その直後いきなりクビだなんて言われたんだ。知らなかった。お互い過去の話はしなかったからな。それなりに花のあった野球界から突然掘り出されて、何が何だかわからないまま気づけば15年。こんな生活もお互い板についたもんだよな。で、聞きたかった話ってこんなことか？いや、宇野さんさ、例えばの話なんだけど、俺が球界を追放になって誰か得した人っていると思う？どうした？お前からそんな話振ってくるなんて珍しいな。得をした人間いるわけねえだろ。監督、選手、ファン、誰もいいことなんてあれしなかった。おまけにヤクザまで損したもんだ。ヤクザ？覚えてねえか。お前の八百長容疑がきっかけになって野球賭博が一斉摘発されたの。ああ、そういや。当時この辺りで賭博の利権を持ってた2つの組もよ、摘発のせいでしのぎ削れなくなって名古屋から撤退したって話だ。2つの組？ああ、東と西のでっかい組だよ。東城会と近江連合だっけ。昨日牛島さんの店でその組の人たち見たよ。お前、あん時のプロ野球選手だってバレたらぶっ殺されてもおかしくないぜ。大丈夫だよ。近衛で俺の過去を知ってるのは宇野さんだけだし。なんであんなことが起きちまったんだろうな。みんなただ野球をやってただけなのに、何が野球賭博だよ。結局宇野さんに聞いても手がかりなしか。よし、調整完了。久しぶり、体軽くなった。当たり前だろ、俺を誰だと思ってんだよ。悪いね、宇野さん、変なことばっか聞いちゃって。ま、おかげで風俗代稼げたぜ。じゃ、ありがとう。ん？おい、品田、携帯忘れちまってんぞ。な、宇野さん？思い出した。まさかあの時の携帯のせいなのか。ん？携帯がどうかしたんですか？ほら、さっき話したろ、15年前俺が突然クビになった時のことだ。実はあの時も今みたいに選手がマッサージルームに忘れていった携帯を届けたことがあったんだ。はあ、誰の携帯？あれはそう、確か真鍋だ。真鍋の携帯だった。ああ、真鍋さん。真鍋っつったら当時ワイバーンズの4番打ってたあの真鍋か。そうだ、あの時真鍋は携帯をなくして大騒ぎしていたんだ。これ誰の携帯だ？その日マッサージルームに忘れてあった携帯を見つけた俺は急いでロッカールームに持って行った。そしたら、おい、どこだ？俺の携帯がなくなっとるぞ。誰か知らんか？おい。真鍋さん、これ。タケ、なんでてめえが持ってるんだ？真鍋は俺から携帯を取り上げると必死になって何かをチェックした。ちょっと真鍋さん、ありがとうの一言くらい言ってくれても。ちょっと真鍋さん。それよりおめえ携帯の中見てねえだろうな。あの時の真鍋の目、
あれは普通のもんじゃなかった。携帯の中には何があったんだ。さあ、あの頃は俺もまだ自分の携帯なんて持ってなかったから、使い方がよくわからず何も見やしなかった。だが今思えば、あの時の真鍋の態度はちょっと変だった。ひょっとしてその携帯、野球賭博に関係していたとか、メールで指示が来ていたとか。ありえるな。あんたは野球賭博に関するメールを見たと疑われ、それで球団をクビになった。そうか、そういうことだったのか。真鍋さんを調べてみる必要がありそうだね。今何してるかわかる？確か5年ぐらい前に引退したよな。ああ、その後いろいろ事業を起こしたんだが、ことごとく全部失敗して、今は狩場町で小さな焼肉屋をやってる。焼肉屋か。一度食いに行ってやったら追い返された。そう思うとますます怪しく感じてきたな。焼肉屋、俺も行ってみるよ。ありがとう。何なんだ今日は。俺も。おい待てって。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
太鼓舞い。